呪術廻戦スピンオフでミゲルと乙骨のアフリカ機構が出されたら嬉しいに対する読者の反応を紹介いたします。これ原野が木屈的化していったように、イタドリは樹霊屈って樹霊化していったんじゃないか。伏川原野かって何なのか教えてくれ。原野は鬼滅のキャラ、そのキャラは気を食うことで一時的に気の力を得られる体質、戦闘の度に気食ったせいで体が半分くらい気になって死ぬ時も気みたいに塵になって消えた。まあ要はイタドリも原渡るみたいに人外クソーズ食って半分人外になったんじゃねってこと。下等、呪霊だった。確かに。でも下等は呪霊を取り込める形にして食べてるから呪霊を食うとは違う気がする。下等のは術式効果だからな。少なに漬け込まれた呪物みたいなもんなんだって、うろ覚えもあるし反転で回復じゃなく、肉体の蘇生がほぼ呪霊で呪力で肉体作ってるのは恐ろしいけどあり得るレベルだな、何でも食ってやる、の説得力もある。そうなんだよな。少なは術師であって呪霊じゃなかったから聞いた通りの回復に反転術式を使っていたけれど、今は呪体区想像を取り込んでいて気は呪霊に近いと思うんだ。そもそもイタドリは呪霊食えないし、もし呪霊になってるなら少なはそれ見破れるでしょ。上層だってクソーズだけど傷や肉体を呪力で回復はできないから体が呪霊説はどうだろう、ありえるのか。けど上層の呪力を血液に変換みたいに、能力として呪力を肉体に変換する力を身につけた可能性はあるか。確かに、赤血云々感はありえるかもしれん。人間が赤血使うことってあんまり強くないし、呪霊説をしていきたい。反転術式を習得してきたのだしてません、のずらしはやるかやらないかで言ったら猫はやるだろうな、ブリの愛禅みたいな。万が一呪霊化してたら宿儺の反転アウトプットでワンパンされる危険があるんだが、完全に呪霊化してないハイブリッドとか適当なこと言えばセーフやろ。原野だって無惨様の声は聞こえるようになってたけど支配は受けてないし、わしが言いたいことこれに詰まってるわ。反転で直しながら戦うのって乙骨でもそこが見えそうになるくらいだから、イタドリがそのまま同じことができるのかって疑問はある。そのための呪力捻出するために兄弟食ったんじゃないかな。そもそも4番以降は死んでて受肉もしないから反呪霊の体質にはならないんじゃ、効果あるとすれば呪力増量じゃないか。つまり呪力捻出のためだと思うよ。てか宿儺ですら目を離した隙に完了した反転術式の出生パッと見ではわからないのか、このように反転じゃない説すら出るし、賢者が目指した呪霊と人間の枠を超越した存在を切り捨てた器程度が成し遂げる異種返しになったらそれは確かに熱いな。赤血使わせるために反転持たせたのかと思ったけど反呪霊化してるのありそうだね。宿儺が推測を間違えるかな、宿儺の言ってることはナレーションの次くらいの信用度があると思う。兄弟食べて残機増やしたとか、自分も結構反転と見せかけて呪霊の再構成みたいなものかもって思ってたんだけど、呪術的な分析で宿儺が見誤ったことがほとんどないから素直に反転な気もする。お兄ちゃんは反転使えてないけど体が分離してもくっついたり結構呪霊的だよね。イタドリも吹き飛んだパーツあればくっつくようになったりするんだろうか。話の流れ的に火車は反転術式をあの場面になるまで使えなかった。火車ほどのセンスがありながら1ヶ月修行編で習得できないほど難度は高いと思う。天才的なセンスの持ち主が土壇場で実行できるようなことがもはや主人公かすらわからないイタドリにできるのか。五条や火車でさえ命の危機にあってようやく習得した反転をイタドリが修行しただけで習得したってのがいまいちしっくりこないんだよな。伏黒宿儺になって腹ぶち抜かれた時に習得したのならわかるんだけど、その時でさえ習得しなかったのを修行だけでという。1ヶ月修行でみんなめちゃくちゃ強くなってるのは書かれてるけど、反転はそれでも特殊なもんって感じだし、草壁と入れ替えしたみたいに家入りと入れ替えして反転のコツ掴んだとかならまあ納得するかな。ほんとそれ、草壁の入れ替えは確かにまだ謎なんよな。草壁って渋谷事変の時に反転術式、呪術のスケールが違えみたいなこと言ってたから反転術式使えないと思ってた。けど最新話で宿儺に切られた傷が消えてるんだよな。宿儺がイタドリの体で何度か反転回してるから身体の感覚としては経験値があるんだよな一応。確かにな。この視点はなかった。家入りみたいに雑に教えてるんじゃなくて、体に感覚で残ってるのか。自分ですれ立てといて反対のこと言うけど、呪霊って恐怖、イフの集合体みたいなものだから呪霊化は難しいのか？でもクソーズを取り込むと犯人反呪霊？わかんないなぁ。みんな宿儺の推察の信頼性高いな。言いたいことはわかるけど、
弾丸猫のミスリードとかないか？存在しない記憶が術式みたいな。呪霊が性のエネルギーを使ったら逆にダメージ受けるんじゃないの？ジョジョで言うと吸血鬼が波紋を使う感じ。宿儺が少年院の虫くんに呪霊は人間と違って回復が簡単にできるみたいなこと言ってなかった？半呪霊でもそんな感じなのかも。仮に入れ替えが板取りの術式として他者の記憶を読み取れるなら鋭利なり乙骨なり五条なりと変わればまあ順当に得得できるやろうね。記憶だときついと思う。イエイリのヒューロイの記憶とか参考にならん気がする。感覚を得られるなら割とありな感じ。そうすると草壁がやっぱ反転術式知ってたのか？玄野を主要組と置くか、黒シム討伐には役立ったが、腐っても主人公だからなぁ。かぶりだと意識してなければうっかり似た風にする可能性はあるかと展開だが宿儺の乗り移りでもチェンソーの秋が一時期ここでも引き合いに出されてたし。もともと板取りって呪力操作の技術が高いし反転使っても違和感ないわ、領域の伏黒との差別点でもあるし。確かにセンスを置いては一目置けるけど、家入り乙骨以外では現状センスプラス土壇場で反転術式が使えるようになってる。板取りは黒線狙って打てるほどの操作性はあるが、黒線ゾーン状態なんだよな。なんならもともとのセンス波形低減という悪癖を持つほどだからなんとも言えん気がする。賢者曰くこの段階でも呪力総量は乙骨が上らしいから反転なら呪物で呪力増しててもそんなバカスカ使えないはずだけど宿儺が断言しきってるし背中から湯気みたいなのが出てる描写からして反転だとは思ったな。湯気が反転術式の証拠なのかな？見返してみる。ちょっと待て、クソーズ4級って呪霊扱いなの？上層を見ていると人間扱いしたい今日この頃。上層派人間に受肉してるから半分は人間なんでしょ。宿儺が反転と予測してる以上 99% 反転やね。まああの洞察力だからね。1% 押してまいります。宿儺の洞察は合ってるけど伏黒の魔甲羅みたいに想像よりも上回ってる場合がある。これに当てはまらんかな。反転術式ならどうやって赤血槽術使ってるかの仕組みが描写されてほしい。そもそも赤血槽術使ってるかも微妙いけど、この世のすべての呪物に感謝を込めていただきます。ソーズ兄弟、野原家ファイトみたいな感じにも見えるな。板取くんのお兄さん、あんま似てへんな。修行して身につけた、よりはなんか呪物を食って身につけたの方が板取の設定に合ってるわな。伏黒はマコラがいることで適応が術者本人にも影響を与えて宿儺の器になれたと考えれば説明できるけど、板取の謎は賢者も完全に死んだみたいだから板取の失笑について語れるのがいないんだよな。過去の術師でも領域以上に反転術式使いがいないからクソーズ呪物を取り込んで半分呪霊になることで、反転術式を使いやすくなった派ありそうだが、どちらもあり得る損だけだ。反転具の力で一矢報えるのか、奥義の燃える剣使うのか、そういやマイクラの呪術回戦メートルオドだと奥義を倒した時に上限の3というタイトルで実績が解除されるんだよな。じゃあ玄野は反転具の知機術を使ったから、ロジカルに考えていくと板取は奥義の術式を使うようになるってことか。縁をまとった刀とか主人公らしくて素敵やん。食ったのは呪霊じゃなくて呪物では？仮に呪霊化していたとしても再生には反転術式が必要なんだから何も変わらないのでは。体が呪力そのものの呪霊は反転しなくても呪力で再生できるって花見線で出てる。話の都合なんだけど地味に板取は呪力切れについては今まで言及がないんだよな。出力がしょぼいのは相対評価でわかるんだけど総量と回復速度が不明。すっくんが言ってることに間違いはないんだぞ。作者そこまで考えてないと思うよ。兄弟の呪霊食いあさって何かしら掴んだんだろうか。草壁との入れ替わりも兄弟呪霊の能力だろうし、1ヶ月の期間五条悟が負けた想定で修行するなら何だってするやろ。